ちは。こんにちは。はい、では早速質問します。はい、今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。あ、はい、自分の、一緒に働いている上司に、日本中でのいろんな会社がインターンの申し込みを受けていると言われて、特に、MBA インターナショナルに注目を、しました。はい、わかりました。インターンシップを始める前の経験はどの経験をしていましたか？自分、趣味として、言語に役に立つプログラムを、自分のために作ってました。そしてそのプログラムを友達とか、よく勧めて彼らにも使わせてもらいました。今回インターンシップでやった内容を教えてください。はい、よく自分 が留学する、しに行く人が、もう留学に行ってる、時にちゃんと準備はできてないとみんな実感しちゃうんですけど、彼らのを助けるために、少しだけでも、そのアメリカでアメリカでの州が、特に夏の時に、一番自分に合う州がどの州かをというプログラムを作りました。はい、あとは何を作りましたか？あ、そしてインターンの間に、毎日記事と動画をの作成を終えて、言語と、留学についての記事をいっぱい作りました。はい、どのあたりを読んでほしいですか？あ、すみません、あ、ごめんなさい、どういった内容で書いたんですか？あ、はい、例えば、ちょっとよく書いてます。あ、じゃあ今日書いたのは、どのところに行ったらよくその留学してる、それとも、海外旅行のしてるところに泊まってる、泊まってる国の、地元民とうまく接するできるのという記事を書きました。楽しそうですね。はい、わかりました。では今日でインターンシップ最後ですけども、感想を教えてください。はい、最初の日はやっぱり全部日本語で、新しい、HTML と JavaScript で開発した、したことない、言語で、多分無理そうな課題だと思って、もう諦めようと思ってたんですけど、他のインターン生に優しく言われて、頑張ればできるとよく励んでくれて、毎日頑張って、なんとか今嬉しく、うまくできた結果ができました。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。